キャリーの加藤でですす分間でお話します前職のマッキンゼーの時に大手の製造業メーカーさんに対する調達支援をする中であの、まあ、製造業のポテンシャルの大きさに対して下請け構造による制約が非常に大きいなと思ったからです。私の過去を振り返った時に 私が心を動かされたところっていうのは、やっぱり論理だけではなくて、人の誠実さっていうところが非常に大きかったからです。えっとアメリカとか日本とか、その国家レベルの権力に対して自分の理想国家を作るという志一本であの突き進んで実際に実行したからです。 2000年ぐらいのネットバブルの時代にカスタマーオブセッションという顧客第一という指標を掲げて実際にネットの時代の中で物流と拠点とかリアルアセットを持って勝負しているところが素晴らしいなと思っています。人の活躍の量っていうのは実際の人のポテンシャルの相場と制限がどれぐらい環境要因であるかというところが大きいなと思っているのでその環境要因を取っ払いたいなというふうに思っています。